平成6年に開催して以来2番目の多さでした。ななちゃん、こう落としたよ、ほら。新関西空港会社が、うん、日本を訪れる外国人観光客が、そうそうそう、今後さらに増えると見込まれていることから、ななちゃん、新たなターミナルを建設するなどして、空港の利用者を伸ばしていきたいと話しています。どこ持っていくの？バレーボール女子の日本代表、ちょうだい、新しい選手も加わって、ちょうだい、来年のリオデジャネイロオリンピック出場へ向けスタートです。全員で本当に一丸となって、あっちと、あそこにもとあるよ、行ってたらいいなと思います。なーなちゃん、バレーボール女子の今シーズンの日本代表には26人が選ばれました。なーちゃん、あそこにもさっき落としたやつあるよ。ロンドンオリンピックで銅メダルを獲得しています。ほら、まずは8月から日本で行われるワールドカップで上位2チームに与えられる食べてからそこで拾うとを目指します。メンバーのうち